スタートしました。まずはコーダッシュは8番リムズ・コジオスコ、体半分リード、追って12番斉藤サクセスが前に並んでいって、3番手7番ストロンガー、4番手内に4番ラッキースワイニーズです。その後ろ外を通って11番クーリエ・ワンダー、内は14番レシステンシアです。かわして上がっていく13番メイケイエール。さあ一気に先端へ取り付いて3コーナーカーブ、中段馬群の中に5番スーパーウェルシー、あとは1馬身半後方に1番ウェリントン、馬群の中内は6番のナランフレグです。その外に10番コーディセプス6、後方に3番ジャンダルム、さらには並んで2番スカイフィールド、最後方に9番のデュークワイです。さあ4コーナーカーブ、前は固まって12番サイトサクセス、並んでいく13番メイケイエール。さあ今度は先頭か、4コーナーを回って直線残り 400m、 さらには接近するクーリエ・ワンダー、外からはウェリントンも接近する、内からはストロンガーです。先頭を粘っているサイトサクセス、メイケイエール、外からはウェリントン、クーリエ・ワンダー、そして追い込んでくるスカイフィールド、しかし今度は変わった、ウェリントン先頭に変わったか、粘っているサイトサクセス、さらにはクーリー・ワンダー、スカイフィールド、その後ろメイケイエール、先頭はウェリントンだ、ウェリントンが抜け出してゴール。